なんかわからんけど、とりあえず行こう。ほい。行きましょう。母があの向こう側で待ってるに違いありません。オッケー。まあまあ、ソブンガルで行って帰ってきた男だ。大体でもソブンガルデとソウルケルンってよく似たようなところだけど、ソブンガルデはその魂の行き先、浄妙ではなくなったものの魂の行き先、俺は浄妙のものだったわけだから、まあすごいことやってるんだよな。それとまあ同じようなことだと思うんですが、どうなんでしょう。行きましょう。母があの向こう側で待ってるに違いありません。なんかいるよ。魂。逃げられるうちにここを離れるんだな。なんでだ。千歩進んで、そこからまた千歩。こんなところで永遠に過ごさなければならないと思いますと、お寒いですわね。死んだ後も苦しみが続いているようなものですわよ。まあ本人の前で言ったるね。ん？なんだこれ。魂の裂け目。魂を収穫した。収穫。行かれてたわ。魔女の集団に攻撃をかけるなんて、どうして私の注意を聞かなかったの。さあ、この悪夢に終わりはあるの。空をご覧になって、ここは一体どういう場所なの。やっぱりソブンガルテに似ている。何があるんだろうか。まあでもなんか敵みたいなやつはいないよね。あ、こっからは出れないと。セラーナもついてこれる。オッケーオッケー。ちょっと回るか。なんか建物があるね。誰？何か聞こえました。いるわ。重量が重すぎて。ということ、魂が重たいのか。弓矢、ドワーフでいこう。どんぐらい ?1 か。1ならなんか捨てよう。よくわからん動きになったけど、なんとかなったよ。誰かいんのかな。剣に変えよう。よくわからんので、さっきのところ行ってみるか。吸収した。あ、吸収か。俺の魂多分これ削られていくのかな。なのでちょいちょい吸わんとあかんみたいな。吸血鬼とやってること一緒じゃないかい。まあいいか。こっから入るのか。暗いな。めっちゃ暗い。いや、上がれるっていうわけじゃなさそうだ。ちょっと進んでみよう。ここは端っこ。
敵はいるんだな。なるほど。あれか。なんか刺さってる。この中っぽいよな。どこ入んだ。魂の発掘。なんだそれ。キノコか。飛来神。装置の上には巨大痕跡や大痕跡を置ける。置いてみよう。折れた。宝箱。うん、どういうこと。まあまああんまり深い意味はなさそうだな。ここのような気がするんだよね。なんか乗ってる。間違えた。マーカーには乗らないよな。探してくれみたいな感じ。ちょっとここ入る方法考えよう。暗くてね。あったあった。どうなってるよ。魂。あの雲も空も何もかも全部がおかしいわ。こんなところで永遠に過ごさなければならないと思いますと。お寒いですわ。そうね。死んだ後も苦しみが続いているようなものですわ。これが一体何なのかな。あれか。いやでもあの先は行けないね。何かある。人か。人というか魂か。あの空なんだかずっと見張られてるみたいだ。もう耐えられない。逃げられるうちにここを離れるんだな。なんだあれは。いけそう。おっとおっとおっと、こっちだ。座れる。座れるぞ。違うのか。魂。バトルスパイヤーからこんなところに飛ばすなんて。必ず復讐して。
やばいやばいやばい、削られてるな体力。ご覧になって、好き好んでこんなところに来る人なんておりますかしら。母は無理強いされたに違いありませんわ。バレリカが生存者を持っていることは確実か。いいえ、でも母がそれをタムリエルに置いていったなんてありえませんわ。母はそれを父からできるだけ遠ざけたかったのですから、他にもっといい場所なんて思いつきませんわよ。そうでなければ、それから母が書を隠した場所を見つけましょう。もし母がまだ生きていましたら、以前と同じように生きていましたら、あるいはとにかく今生きていましたら、それともお分かりになって。え、ということよ。ソウル圏内に隠して自分だけ戻らなかったのは。父が母を捕まえたらどうするつもりかは分からないのですけど、とにかくそうなる事態を避けるためかしら。それか母は戻ってくる予定だったけれど、ここで足止めさせられたのかも。見つけるまでは分かりませんわね。この場所について知っていることを教えてほしい。母から教わったことですわ。自分でも少しばかり勉強しましたけれど、大した知識はございませんの。何かが痕跡の中に閉じ込められて、そのエネルギーが魔法の強化に使われたら、残り物がここに送られてくるのですわ。どんな痕跡でも。ええ、特に黒い方に関しては、ソウルケルンが残り物なら何でも受け入れるかどうかは分かりませんわね。ここには生き物は住んでいるんだろうか。ご覧になって、こんなところに住みたい生き物がいると思いまして。ここで生きていけるのはアイディールマスターとアンデッド、そして魂だけですから。あら、生きるという言い方はちょっと変ですわ、ね、ジョークだジョークアイディールマスターに会うことになるのかな。アイディールマスターに会った人なんていないと思いますわ。彼らがどんな姿なのかさえ定かではありませんのに。彼らは地下にいるのか、空を飛んでいるのか、地上にいるのか、何もかも不明ですわ。どうして魂を集めているんだ。仮説はいろいろありますわね。私が血を欲するように、彼らはそれを欲するという人もおります。なるほど。より大きな力への代償として彼らはそれを使うという人もおりますし、まるでお金ですわね。お金にしては奇妙ですけれど、いずれにせよ彼らは数千年もの間それを収穫し続けておりますの。ここにどれほどの魂が捕らえられているのかは誰にも分かりませんわ。資料術師が彼らと取引したがる理由は。周りをご覧遊ばせ、ここにいるのはとてつもなく強力なアンデッドですわよ。私の母と同じぐらい経験を積んだ資料術師でも、彼らと近づきになれるなら喜んで数年間を費やすのでしょう。召喚するということか。その通りですわ。まさしく失われた技術。ほとんどの資料術師は近くにある死体を何でも蘇らせているだけですの。簡単な子供騙しです。確かにね。けれどもソウルケルンから何かを持ってこられれば、もっと大きな力が手に入る。資料術師たちはどうやって疎通を。普通はそれでうまくいきますわ。簡単な転移門を通れば十分可能ですの、でも契約を仕上げるには、あなた自身の足でここを旅しなければ。そして旅した者はほとんど帰ってまいりませんわ。まあ俺が帰るよ。なんかよくわからんけど。また座れてる。これなんなんやね。座れまくった方がいいのかな。空気も地面も何もかも間違ってますわ。めっちゃ座れてんねん
マーカー出てる。この近くじゃないけど、ちょっと行ってみようか。ちょっとセラーナ待ってみよう。この方向になんかあるっぽい。不穏な音楽だ。来たかね。よし、これ、いや、これさっき見たやつやね。向こう側か。向こう側っぽいけど、どうやって行ったらいいんだろう。こっちになんかありそう。地下を通るのか。いやー、わかんねえ。あ、なんかいるわ。ここ通れるってことか。よっ。死は扉に過ぎず、時は窓に過ぎない。また来るよ。おう。頼む。人思いに楽にして。生命と奉仕の書。なんだ。ここ開けてくれよ。自由部の手紙1ページ目。手記か。私は漁師だ。私は解放者だ。私は自由部だ。私が栄光を手にするまでの物語はモロウィンドのハイステバから始まる。私は武器を脇にぶら下げ、一人シルトスライダーに乗っていた。焼けるように熱い風が頬を突き刺した。困難だがダンマーの生き残りのために、避けることのできない旅だった。ある疫病がアッシュランドを横切って忍び寄りつつあるのだ。なんのこっちゃ。ここ行きたいんですけど。どっかにスイッチとかないのか。では探すか。ここ戻ってきたかな。あ、こっから入れんじゃん。なんでそっちから出てくるよ。分からんけど、この方向に進もう。あんな奴らに騙されるとは思わなかった。レマンの王宮魔術師であるこの私が。なんかおるで。おいおい、待て待て。ん？消えた。モルベン・ストラウド。
おや、誰かと思えば肉好きのいい人じゃないか。そんな目で見るな。